やっほー、恋したいね、恋しよ。すいません、朝やろうと思ったんですけど、起きれなくて。おはようございます。もうちょっと落ち込んでる、今落ち込んでます。すいません、本日のナイスお願いします。ちょっとね、いや実はですね、実はやだ、いや実はまず保証会社ね、保証会社審査通りました。保証会社で、その後、謎の社内会議、社内会議3時間したらしく、社内会議審査通りましたからの、あの今次大家さん、大家審査らしいです。大家審査、いや私さ、保証会社通ったらもう価値格なのかなって思ったんだけど、保証会社通りましたよ。で今あの大家さんのでも最終、もうこれが受かれば通るらしいけど、なんかちょっと大家さんがね、本当？いやなんか、そう、私もびっくりした。保証会社通ったらもう全部あのあれなんかなって、そうそう、私も価値格だと思って、イエーイ、あのお酒買ってきてさ、ビールでみんなで今日さ、あの祝杯だねっていう流れにしようと思ったら電話来て、そう、あの次大家さん審査なんでって、3段階で、その配信者って言ったんですよ。でそのなんていうの、所属してないじゃん、もう言ってあの無所属だから、そのあのなんていうの、個人経営なんですけどってじゃあちょっとあのアカウント教えてもらっていいですかって言われて、あの前のアカウントを送ってから連絡来ないですね。あの前のあのふわっちアカウント送ってから連絡ないんだよね。1分で無理だわ、読みなくていいよじゃん。終わったのそれって。ありがとうございます、ありがとう。今日も可愛いじゃん、踊れ踊れ、ありがとう。リズム天国だどん、ありがとうございます。音びっくりした。でも私の今見られてるのかな、マジか勘弁してる、雑誌の審査とかやめて、マジで。あ、ナイスお願いします。あ、60ナイスありがとうございます。あ、マジでたまやありがとう。いやもうやばいじゃん、だってさ、女性配信者でも、あーかわいい、あ、お久しぶりです、ありがとう、ありがとうございます。かわいい花火いただきました。うん、かわいいいただきました。アカウントで審査するわけないやろ。なんかそのなんかなんでかって、なんか本当になんかその そこで、あとはなんかそのふわっちの口座、あのはなんかこう稼いだらその分のお金があるじゃん、なんか その ポイントだけど、それもスクショで送って、めっちゃ花火飛ぶよ
大家さん今花火飛んだよ。今日あのリズム花火も飛んだ。あ、77ナイス、ありがとうございます。大家さん、ナイス今3位だよ。あとね、確定申告もね、見せたよ。あの、見せました。あー、花火飛んだよ。見てる？大家さん、ありがとうございます。マサ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、見てんのかな。歯にね、いるよ。歯にね、布団の中入っちゃって。いや、見てるわけねえだろって。いや、なんかその、あの、それって簡単に登録ってできますって言われて、あ、これ見るんだなって思ったけどね。いや、まあでも、まあなんか、まあ、保証会社通って落とすとか、ないよね。いや、これでもし、ダメ、あるの？自分が親なら貸さない？あ、そうなんだ。こう。やっぱさ、本当になんか、都内って難しいんだね。なんかね、熱海はね、結構簡単にね、マジで簡単に、だって収入証明とかも送ってないし、なんかそのふわっちのアカウント、そのふわっちのこう何月何月はいくらいくら稼いでみたいな、そのスクショだけで通ったんだよ。いや、東京って厳しいね。防音になってないって夜の配信はダメだと思うよ。あの、だからあの鉄筋コンクリートとかね、過去の YouTube 無理だって、間に合わないよ。もう見てるでしょ。大変なことになるよね。なんかさ、あのさ、調べたらさ、 YouTube とかでさ、あの一番炎上してるやつがさ順に出てくるじゃん。もう最悪だよね、そんなの 見られちゃったら。あ、あと100ナイス、もうちょっとお願いします。都内は審査厳しい。そう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 。あ、ありがとう。定期もありがとうございます。家を特定されたら、そうだから特定されないように。あ、100ナイス、ありがとう、ありがとうございます。100ナイス。熱海の家賃17万。あ、17万はね、落ちた。でね、受かった、あのね、熱海の受かったのがね、家賃8万円かな、8万円のところに相撲通してたんだよ。そう、そこはね、だから思った、家賃が安いほど緩いのかな。うん、あ、受かったのは8枚の方ね。ふわっちはてかあれだよ、YouTube、あの配信者って職業がまだないからね。職業が政治は配信者で審査通ってよ。だから多分だけど、あの歌舞伎町とかさ、その夜の街の界隈、その周りとかだったら、生きるんじゃない？お水の不動産とかさ、なんか訳ありとかね、多分そこら辺だったら住めるんだと思うよ。それか田舎。ライバーって何なの？あ、のりぴん、ありがとう。ライバーっていうのは配信者ってことでしょ。まとめて半年1年を払うと、なんかね、そういう問題じゃないのかもね。あ、でもそれ言ってみようかな。例えば、あの、半年分払いますとか。得意の穴でも使えば、ちょっとブロックして、事務所からのスカウト。なんかね、めちゃくちゃあるよ、それ。あの、ここに来ませんかみたいな。ブロックして、口隠したら可愛く見えるんじゃない？もういいって。なんでさ、私今一生懸命さ物件の話してんのにコメントが全然違くない？事務所なんて入らなくていいでしょ、ふわっちは。いや、疲れてるよ。あんま寝てないんで、正直。
で今日ですね、今日ね、あのね、みーこちゃんの家族に高級寿司をご馳走しました。なんと、もうめちゃくちゃ高級なお寿司でみんなで食べた。美味しかったよ。うん。で昨日は、今日は家族でお寿司パーティーして、昨日はみーこちゃんと内見お疲れ様会でお寿司屋さん行きました。いや美味しかったです。めちゃくちゃ優しいんだよね、みーこの家族。癒されるよ。うん。いや内見の結果はまだ、保証会社は通った。これが本当の寿司三昧。あ、見てたの。でみーこはなんか彼氏とめちゃくちゃラブラブで、もうずっと通話してる。ずっとなんかイチャラブしてる。ありがとう、たまゆ。ありがとうね、りんごあめちゃん。ありがとうございます。みーこか、結婚すんのかな。でもさ、ラブラブで、で来月就職でしょ、昼職でしょ。でどうなのそれ、それ幸せなのそれ。毎日さ電話してさ、彼氏と、それ幸せなのかな。普通じゃ毎日電話しないとさいけないってさ、そんだけ毎日電話しないと不安なのかな。幸せなのかなそれね。いや分からん。でまあそれ見て恋したいねってタイトルにしたけどあ、焼きそばありがとうございます。リアル戻るの。あ、チョコバナナありがとう。最初はそう。でもあれだよ、言っとくけど、みーこって6月に彼氏できたんだって。で、まゆが付き合った、復縁したのも6月で、スタートダッシュ一緒で、まだ毎日電話すんのみたいな。毎日夜中ね。幸せなのか、それ。いや、ダメなのとかじゃなくてね。まあ、いいんじゃない、幸せなんじゃない。まゆちゃん、そうなんですよ。今何言ってもヘイト向いちゃうから、だから恐る恐る言うようになっちゃったよねいや、いいなって思って。いや恋したいよ、まゆも。幸せそうだから、まゆと結婚したい。本当に。でもさ、掃除も下手じゃん。で中華メインじゃん。それでもいい？え、まゆね、寂しがり屋。今はさ、みーこに依存してる。今誰かに依存してないと。で、みーこに今依存してるじゃん。で、つい最近まではつなちゃんに依存してた。てかさ、つなちゃんさ、昨日荒れてたじゃん。なんか、なぎさちゃんに殴られ、なんか、なぎさちゃんと暴行にな、なんか暴行でなんか、朝方めちゃくちゃ揉めてたんでしょ？私、見てなくてさ、あれ、で、つなちゃんに電話して聞いて、なんか、なぎさちゃんから暴行してきたんだよね。なんか、それを、つなちゃんが警察に、なんか通報したら、なんか先につなちゃんに殴られましたって、なぎさちゃんが嘘を言ったって聞いた。まゆはつなちゃんかららしいよ。だから、じゃあもう関わっちゃダメじゃんって。なんかそのなぎさちゃんは、なんかつなちゃんが火薬さんと絡んでる時、なんかご飯屋さんかな、何かでずっとなんか祝電されてたんだって。でそれはなんか渚ちゃんがしてたって自分でポロってたらしいんだけど、
まあ、そもそもそんなことする人と絡んじゃダメなんじゃない。え、でもなんかツナが悪いって、渚ちゃんから暴行してきたんでしょ。